ときめきメモリアルガールズサイド3小悪魔一途にこうちゃん攻略編を本日もプレイしていきたいと思います。卒業に向けてのね、こうちゃんのねイベント、濡れ衣イベントとかが発生して、まあ着々と終わりに近づいてるなっていう感じですけども、今日はね、ちょっとアルパカに癒されてこようかなと思います。ちょっと早かったかな。あれ、こうちゃんもう来てる。早かったね、待たせちゃった。まあまあ、時間間違えちゃった。間違えねえよ、この辺たまに変なの出るからな。行くぞ。ん、ちょっとルカのことを、ルカの気持ちを考えると、あれ、テンションがなかなか上がらないですね。大概にしとけ。おい、なんでそんな格好してんだよ。え、変だったかな。バカ、そうじゃねえな。あ、似合ってんぞその格好。こうちゃんがこんなに喜んでくれるなんて、この服にしてよかった。なんでもいい、とっとと行こうぜ。どうした？なんだ？おい、これ近すぎだ。どうにもな。なんだ？なんで俺ばっか見やがんだ？なんだ？おい、これ近すぎだ。ま、やめろって。多分一番上だと思うんですけど、ちょっと念のため確認したいと思います。これでときめき会話ですね。こうちゃん似てるもん。どこがだよ。どこがっていうか、あ、ほら、あの子似てるよ、あの黒いやつね。じゃあ、お前はだな、あれだ、隣のやつだ、あの左の濃いピンクのやつね。似てる。似てんだろ。お、俺が立ち上がったぞ。何やってんだ。待って、説明があるよ。おい、なんだ。求愛行動だって。ほう。お前といるとな、いつも一日が短くてしょうがねえよ。く、柄じゃねえか。どうした？なんだ？おい、これ近すぎだ。いいんだよ。いや、っていうかよ、まずいだろう。おう、お前まだ時間あるか？どうした？なんだ？おい、これ近すぎだ。まだ物足んねえな。お前は？大丈夫だよ。よし、じゃあ移動するか。どうした？なんだ？おい、これ近すぎだ。そばに来い。もっとだ。うん。
これね、多分全部一緒なんで、ここはちょっとカットしたいと思います。ありがとう、送ってくれて。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。ん？なんだ？おい、これ近すぎだ。次はよ。なんでもね。こうちゃんに送ってもらっちゃった？はい、じゃあ、あと残すところね。私から誘うデートは、2回誘ってもいいっちゃいいんだけど、誘うかせっかくだから、水族館あと1回行くとときめき会話なので、誘ってもいいかな。あと2回出したいからな。いいや、ちょっと、まあ、もし誘って水族館誘ってきたら行くけど、そうじゃなかったら、いや、もう誘われたとこに行きますかね。スケート以外は。うん、ガリ弁。玉尾さん、なんか嫌われてたからあげようかな。地球儀だね。プレゼントも用意したし、あとは渡すだけ。喜んでくれるといいな。コネで私を一流れ大学に入れてください。お待たせ。どうかした？出たこの服。久しぶりに見たけどひどいなこれ。ね。今日今野先輩の誕生日ですよね。もしかしてプレゼント？ふふ、期待してました。はい、開けてみてください。これはいいな。ちょうど欲しかったんだ。どうもありがとう。ふふ、さすが私。ははは、本当に僕の好みなんてよく知ってたな。任せてください。よかった、今野先輩気に入ってくれたみたい。誘ってきたわ。どこだい？寝ようと思ってたんだけど、本当はさ。ああ、次の日曜だけどよ。ちょっと付き合ってもらえねえかと。暇だからいいよ。プラネタリウム行くか？プラネタリウムか、まあいいよ。うん、行こう。おう、じゃあ決まりだな。待ち合わせ場所は羽ばたき駅でいい？だな。遅れんなよ。こうちゃんこそ。そうだな。じゃあよ。こうちゃんからデートに誘われちゃった。今週はバッチリ頑張ったよね。おう、なんか芸術っぽいもん仕上げてんな。すげえぞ。やったね。ん？あ、アラスさん。藤山くん。なんだ？よかったら一緒に帰らない？いいぞ。あ、なんか有効じゃなくなってる？この感じ。
よかった、じゃあ行こう。あ、ストレスが。すっごい格好だな。ちょっと早かったかな？あれ？こうちゃんもう来てる。早かったね。待たせちゃった？まあまあ。時間間違えちゃった？間違えねえよ。この辺、たまに変なの出るからな。行くぞ。ん？あれ？なんだよ。大概にしとけ。おい、なんでそんな格好してんだよ。え、変だったかな。バカ、そうじゃねえなあ。似合ってんぞ、その格好。こうちゃんがこんなに喜んでくれるなんて、この服にしてよかった。そういえば私今回お揃いの服着るの忘れてたね。あ、失敗したな。まあ、でもちょっと時間ないな。あぐらんなよ。なんだ。おい、これ近すぎだ。どうにもなれねえ。そろそろか。あの辺座るぞ。ビビってねえ。なんだ。おい、これ近すぎだ。おい、こら、お前な。正座だなんだってのは小学校以来だ。まあ悪くねえな。くれえな。おい、なんだ。おい、これ近すぎだ。まあやめろって。まあ一番上だと思いますけど、一応確認したいと思います。まあ当たり前のようにこれですね。天の川が綺麗だったな。おう、あんだけ構成があると思うと、なんだかてめえの存在自体バカバカしくなるな。くれえな。おい、なんだ。おい、これ近すぎだ。どうにもなれねえ。やったね、バッチリ好印象。デートコミュ来ないな、本当に。ちょっと今回はあんまりいまいちですね。よし、その面なら満足したみてえだな。まあでも一回一回がね、濃かったから、まあよしとしますかね。ルカの時がちょっとね、多分出過ぎたんだと思うんだよね。ん？なんだ。おい、これ近すぎだ。てめえ、調子乗ってっと後が怖えぞ。おう、お前まだ時間あるか。ん？なんだ。おい、これ近すぎだ。いや、っていうかよ、まずいだろう。うん、大丈夫だよ。よし、じゃあ移動するか。どうした？なんだ。おい、これ近すぎだ。もっと腕回せ。もっとだ。うん。あ、今回もね、久しぶりですけど楽しいとこ、
スーパーおさん時間の感覚がおかしくなって仕方ねと思います。おい、大概にしとけ。じゃねえと俺も。やり返してもいいよ。いいのかよ。なあ、いや、やんねえぞ。やんねえけどよ。ありがとう、送ってくれて。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。うん？なんだ？おい、これ近すぎだ。おい、こら！お前な。こうちゃんに送ってもらっちゃった？ちょっとストレスがやばいから寝よっかな。もうパラメータ多分大丈夫だと思うしね。寝ますかね。最後のねデート、まあ向こうから誘ってこなければ最後のデートになるスケート、12日にしとこうかな。スケートデートにね誘っておきたいと思います。あ、セーブするの忘れた。もしもし。あ、こうちゃん、藤谷だけど。お、おう、お前か。なんだ、どうしたよ。でこういう時に限ってね断られるんだよね多分ね。断らないで。2月12日にスケートをしに行かない？あ、おお、やっぱりな。その日はいけない。2月12日にスケートをしに行かない？あ、おう、待て。なんだって？その日はいけない。2月12日にスケートをしに行かない？よし、おう、付き合うぜ。じゃあ2月12日に公園入り口で待ってるね。わかった。まあ落ち着け。じゃあまたね。おう、じゃあよ。やった、早く2月12日が来ないかな。あ、誕生日か。もう探しちゃった。あ、カレン、どうしたの？どうしたのじゃないの。誕生日でしょ。おめでとう。わあ、覚えててくれたんだ。当然。あとはこれも。プレゼントもありがとう。気に入ってくれると思うよ。じゃあね。チャオ。プレゼント何くれたのかな。バンビのマスコット。これもらったことあったっけな。わあ、かわいい。大事にしよっと。フェルトとかで作ったのかしら。はーい。いや。あ、こうちゃん、どうしたの？ほら、今日前、あれだろ。誕生日。え、覚えててくれたの？嬉しい。うん、これ。あ、
もしかしてプレゼント？そういうこった。受け取れ。いいの？ありがとう。そんなはしゃぐな。中身の良し悪しは保証できねえんだからよ。ふふ、本当にありがとう、こうちゃん。あ、じゃあな。こうちゃんからプレゼントもらっちゃった。プレゼント何くれたのかな。ヴィンテージミルクグラスのマグ。マグカップ。ミルク色の白いガラス？かわいい。へえ、おしゃれだね。あ、待って、バレンタイン。が時期に来そうだけど、あと1週間だけやろうかな。じゃあ、あと今回のパートと次で終わりかしらね。ああ、羽ばたきネットも終わりですね。バレンタインの話か？やっぱり来たか。バーンビ、一緒に帰ろう。カレン、うん、帰ろう。もうすぐ高校最後のバレンタインだね。うん、そうだね。誰か渡す相手いる？それは秘密。てか知ってるでしょ、もう。チュー。ああ、私は結局3年間誰にも渡さずじまいだったな。え、そうだったの？でも今年はまだ。うん、あげないよ。だって私がラブなのはバンビだもん。もう、そっか、今年が高校最後のバレンタインなんだ。あら、あれ今帰り？うん、ニーナも？うん、何も用事ないんだったら途中までどう？せっかくだし一緒に帰ってあげる。ありがたき幸せなんて。じゃあ行きますか。バレンタインまでやっちゃおうかな。ね、バレンタインまでやっちゃいますかね。あ、違うや、デート。デートとバレンタインでちょっと無理やり入れようかな。これかな。あ、違う系統で行けばよかった。失敗した。まあ、いっか。こうちゃんまだ来てないみたい。悪い。こうちゃん遅刻。でも走ってきてくれたんだね。走ってね。あれは走ってたよ。あれは早歩きだ。いいから行くぞ。サミ。あ？なんだよ。大概にしとけ。
おい、なんでそんな格好してんだよ。ちょっとね、違う系統で来ればよかったな、今更だけどね。こんな毎回ワイルドにする必要なかったよね。え、変だったかな。バカ、そうじゃねえ。なあ、似合ってんぞ、その格好。こうちゃんがこんなに喜んでくれるなんて、この服にしてよかった。バイクも人間も氷には向いてねえ。寒い。なんだ。おい、これ近すぎだ。てめえ、調子乗ってっと後が怖えぞ。どうだ、もう随分滑ったろ。寒い。なんだ。おい、これ近すぎだ。マジになんぞ。これね、一番下ですよね、ときめき会は。次は手つないで滑ろう。おい、マジか。ね、滑ろう。お手でつないでか。そうだよ。おいおい、やんのかやんねえのか。上等だこら。手貸せ。あ、最後の最後に、どうせなら見たことないやつでお願いします。楽しかったな、今日のデートも。もう終わりかな。おい、手出せ。あれ、これないよね、ないよね。ないよね。そう、私あのね、天使サイドで見た気がするんだけど、これこ、そうだよね、撮ってる動画の中にはないはず。ちょっと何にするか確認したいと思います。いたずら触れる触れる、ちょっと絶対間違えたくない。手つなぐってこと。スケートでも手つないじゃったけどね。帰りもつないで、じゃあ帰ろうよ。なんだ。おい、ただじゃ出せないな。ほう、条件は。腕一本。手つなぐだけじゃ足りねえって。おお、そういうこと。ふふ、白状しましたね。なるほど、こうちゃん手つなぎたかったんだ。うわ、くそ、笑うなバカ。いいよ、私の手こうちゃんに貸してあげる。ぶっ壊れちまったのか、俺は。いや、最後のデート美味しいですね。あ、なんだなんだ、やんの。あ、ま、安心しとけ。ま、上等だ、お前は。バカっぷりだ。あ、なんだよ。あ、ま、安心しとけ。上等だ。あ、なんだ、いや、マジになんぞ。あ、ま、安心しとけ。上等だ、お前は。バカっぷりだ、こっち。あ、なんだ、なんだ、やんのか。あ、ま、安心しとけ。メーター、ふんわり、影。ま、いや、上等だ。おう、あ、なんだよ。ま、安心しとけ。メーター、振り切んぞ。バカっぷりだ、こりゃ。はぁ、あ。私までドキドキしてきちゃった。
お前といるとな、いつも一日が短くてしょうがねえよ。く、柄じゃねえか。さみ。なんだ。おい、これ近すぎだ。いや、っていうかよ、まずいだろう。おう、お前まだ時間あるか。ああ、冷えんな。なんだ。おい、これ近すぎだ。まだ物足んねえな。お前は。うん、大丈夫だよ。よし、じゃあ移動するか。寒い。なんだ。おい、これ近すぎだ。そばに来い。もっとだ。うん。じゃあここはね、カットしたいと思います。ありがとう、送ってくれて。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。どうした？なんだ？おい、これ近すぎだ。まだはしゃぎ足りねえか？こうちゃんに送ってもらっちゃった？ちょっと長いんですけど、バレンタインをやっちゃおうと思います。だしね、遊んどくかね。ん？ああ、おい、お前気をつけろ。あ、こうちゃん、それって嫁さん候補ナンバーワン、お前のことだ。まあ、つまんねえ下馬評だけどな。冗談じゃねえぞ。ちょっと閉めとくか。大丈夫、こうちゃんだけのお嫁さんだから。こうちゃん、でもこれって人付き合いとかうまくいってるせい？チョコね。買いません。そういえばカレンとミオが手作りチョコを一緒に作ろうって誘ってくれたけど、作るよ最後もね。あ、来たみたい。バンビ、お待たせ。準備はオッケー？チョコの材料買ってきた。ありがとう。それじゃあ始めよっか。最後もね。これベースのチョコはどれにする？あ、パンケーキとかにしてみる？試しに。最初のトッピングを選んで。あ、なんか増えてる増えてる。数に限りがあるよ。おー、増えてる増えてる。いいじゃんいいじゃん。増えてますね。どうしよっかな。ワンパターンなんですけど、すごいあんまね思い浮かばない。塗りつぶしたいけどうまくやれないぞ。
これなんかもうハートじゃなくなっちゃった、もはや。次は何乗せよっか。これ何色判定なんだろう。これオレンジかな。これいいんじゃない。じゃあかな、失敗しちゃったな。あ、ちょ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 い。読めないなこれ。ちょっと使うの間違えた。ちょっと待って、 G が薄、ちょっと待って、あ、ちゃちゃちゃ、もういいね、しょうがないね。こうって書いてるんですけど、全然誤りましたね、このセレクト、ペンのセレクト細い。なんて、あ、やばい、ちょっとはみ出た、やばいやばい、嫌な予感、大丈夫かな。時間が長くなってるからさ、ちょっともういいや、汚っ。仕上げよっか。汚いな。ここ大事だよ。このチョコを受け取る人の好みをイメージして選んでね。え、これさ、これでもいいんだっけ。私を食べてねっつって。あ、いいじゃんいいじゃん、よかった、ポップになったよ、よかった。完成、大成功。もういいかな、オッケーオッケー。カラフルでいいね、私はこういうの好き。華やか、バンビの明るさが出てる。ふふ、うん、上手にできたみたい。チョコの準備はできてるんでしょ。うん、2人のおかげでね。高校最後のバレンタイン、みんなの思念が強い。そっか、高校最後か。バンビは誰に渡すのかな。バンビが一生懸命作ったチョコ、きっと喜んでくれる。ありがとう、カレン、ミオ。張り切って作った手作りチョコはやっぱりあの人に渡そう。もうこれ選択させてくんなくていいよ、ほんと。こうちゃん受け取ってくれるかな。こうちゃん。おう、なんだ、どうした。あれ、忘れてるならいいや、じゃあね。待て待て、わかった、チョコよこせよ。ふふ、もう。おいおい、こんな高そうなチョコもらっても俺なんかじゃ。それは私の手作り、売り物かと思ったでしょ。これをお前が。いや、お前なら何でもできちまいそうだけどよ。よく見て、こうちゃんの好みのものが入ってるでしょ。おお、すげえ、
なんだか一人で食うのが申し訳ねえな、こりゃ。なあ、お前も一緒に食ってくれんだろ。な。やった、こうちゃん、すごく喜んでくれたみたい。もうあとは残すところ卒業式だけですね。あ、せいちゃん最後にあげようかな。じゃあ嫌われてたし、なんかこれですよね、楽譜ね。プレゼントも用意したし、あとは渡すだけ。喜んでくれるといいな。呼び出しちゃってすみません。いいよ、察しはついてる。ふふ、じゃあこれ、誕生日おめでとうございます。これはご丁寧に開けるぞ。お前、俺の心を読んだな。もしかして当たりですか？大当たりだ。俺の欲しいものをいつの間に探り当てたんだ。とんだサプライズだな。どうもありがとう。やった、設楽先輩気に入ってくれたみたい。あ、本当に長くなっちゃったな。結構やってるよね、多分ね。じゃあ、もう次のパートでね、こうちゃんの一途編もラストですかね。というわけで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。